久しぶりに白玉来たな。おはようママ。おはようございます。ママ最近どう？本当に大変よ。なんで？だからお客さんが減ってさ、もう明日のためないよ。あ、マジで？そんなに大変な？そうよ、たくあんしかないよ。ほんまに？パパから見ても最近どうですか？もう分かんない。今家にあるのは猫のキャットフードだけやし。キャットフード、たくあんとキャットフードしか我が家にはない。たくあんあったんや。たくあんあるって言ってたよ。まだ生きていけるかも分からんけど、来月迎えれるかどうかいう問題はあるわな。あー、どうしよう、白玉プラスが危機だ。我が社にお任せください。あー、 PMT 株式会社さん、公式 LINE を作成しサポートすることで売上に貢献します。そして鈴木家を救います。 LINE マーケティング、あなたがヒーローなんですか？ちょっと難しくてよくわからないので詳しく教えてください。まずはこのプレゼンをご覧ください。白玉プラス公式 LINE で再建への道。公式 LINE を充実させることでリピーターを増やしたり通販の注文数を増やしましょう。今の白玉プラスは入り口とその先でできることがバラバラ。入り口の数はたくさんあって大丈夫。その先できることを公式 LINE にまとめちゃいましょう。なるほど、 LINE を充実させてお客さんを来やすくして、そして通販の売り上げも上げるということか。それでは早速こちらの方を作らさせていただきました。完成したのがこちら、とっても可愛いです。飲食店さんなのでパッと見た感じ、画像でも説明でも可愛らしく、白玉美味しそうって思ってもらえるようなことを意識しています。導入される前、生き方について質問が多かったみたいなのを伺ったんですけど、それを LINE の中で見れることによってお客様にも分かりやすくて、白玉さんにも問い合わせの手間を省けるようにっていうふうに、そういったところをこだわって作成しています。白玉公式 LINE もぜひ登録してみてください。凄さがわかると思います。めちゃめちゃ素敵な本当にパッと白玉全然知らん人が見ても行きやすいね、公式 LINE になっててすごって思いました。ありがとうございます。これって企業とかじゃなくても個人とかでも公式 LINE 作りたいねんけどみたいな相談ってしてもいいんですか？あ、それこそアイドルであろうと全然大丈夫です。どんな内容でも、金額に関してもこれぐらいしか予算がない、でもちょっと頑張りたいんだっていう方であれば、ぜひお呼びいただければ、できるだけコストを抑えたりとか、逆にそんだけ売上見込みがあるんだったらこれぐらいの価格でご案内しますみたいな形で、その方に合わせてプランで考えてます。めっちゃええ会社、絶対に使わせますお宅に公式アカウント使わせます。ありがとうございます。LINE 公式アカウント制作、ご相談でもお気軽に PMT 株式会社に、任せください。実際に公式アカウントを使ってみてどうですか？手応えは。手応えは確かにある、うわーっと売り上げが上がったわけじゃないけども、感じるものが、あ、なんか増えてるかも。そうそう、店によって、あ、感じるなっていうものがあるから、なんかようわからんことを始めたつもりやったけど、すごいものを始めてるな。あー、なるほど、これはいけそうやなっていう実感は1ヶ月でなんとなく。なるほど。実際にその公式アカウントを作ってみて、お客さんが増えたなとか通販が増えたなみたいな体感はありますか？増えるというか反応がいい。アンケートを流してみて、あなたは男性ですか女性ですか、とか、あとお店に来たことありますかとか、そういうのを流してみて、アンケートに答えてくれた人には、冷凍大福1個プレゼントしますっていうのをやってみましょうってことになって。なるほど。でそれを流してからは毎日割と冷凍大福を引き換えに来てくださるから。なるほど。みんな割とちゃんと見てくださってる。なるほどね。しかもその冷凍大福をもらいにプラスは食べていこうかとかもなるし、ね、そうそうそう、ほとんどの人が食べていってくれたり、もうお急ぎの方はねそれだけをパッと引き換え、それでもありがたいんで、気にしてくださってるんやっていうのがありがたいです。ということで3月左お尻スポンサーは PMT 株式会社さんでございます。
公式 LINE を作る、会社さんです。そしてとてもとても手厚いフォローを、してくださる親切な会社でございます。飲食店に限らず通販系や多分美容室とか、あ、まつげパーマの、行ってるお店の、うん、がそれを使ってて、あ、そうなんや、まつげパーマとか美容系とかも幅広く利用できると思います。アイドルグループとかも利用できると思いますので、ちょっとでも気になった方はぜひ公式サイトや、相談に乗ってみてください。ということで、左おしりスポンサーさん、よろしくお願いします。おやすみ。